有馬薫、心を解放するカウンセリング。こんにちは、有馬薫です。今回は執着というテーマでお伝えします。執着、悩みのほとんどはこの執着によるものです。自分が今持っているもの、人間関係、ポジション、考え方を失いたくないという執着です。もしこの執着がなければ悩むことなどほぼ皆無に等しいはずです。でも人には感情があります。人が執着するのは感情が入っているからです。使っていないものでも高いお金を出して買った、だから捨てられない。相手の気持ちが離れても、別れた後辛い思いをしたくない、だから別れられない。安いお給料に不満、でも転職がうまくいくかわからないし、面接を受けるのは面倒、だからやめられない。考え方を変えた方がいいのは分かっていても、今さら自分の考えを変えれるわけないし、自分は間違っていない、だから変えられない。そうやって多くの人は自分の手の中にあるものを一つも失わないように守り続けています。そして守り続けた結果どうなるでしょう。家の中は使わないものであふれ、別れたくない相手につきまとってうざがられ、毎日不満に思いながら仕事をし、同じ考え方のまま、どうして自分の人生は一向に良くならないのだろうと落胆する。これが大半の人たちの現状であり、執着し続けた結果です。執着は誰にでもあります。ゼロにはなりません。しかし自分次第で減らしていくことならできます。そして減らし続けた結果、自分の中から思い込みや諦めが減っていきます。そして考え方が変わり、人生が変わっていきます。それが真の心の解放です。最後までお聞きいただきありがとうございます。有馬薫でした。それではまた。